こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはですね、これです。アミガ500、3DCG やビデオ編集で憧れた人もいるんじゃないかと思います。これ作っていきます。1992年にフジテレビでウゴウゴルーガという番組が放送されているのを覚えている人もいると思います。若いクリエイターたちをたくさん起用して、楽しいコンピューターグラフィックスがどんどん出てきましたよね。その番組でよく使われたのがアミガというコンピューターでした。初代アミガが誕生したのが1985年、ちょうどマキントッシュや IBM PC、国内だと PC98 なんかがあって、まだモノクロ画面だったり文字表示のニーズが中心の時代です。そこにアミガは 3D グラフィックスやビデオ映像が編集できちゃうコンピューターということで衝撃を呼びました。当時はプロ向けにはピクサーなどグラフィックスワークステーションというものが登場して、医療や気象、それから物理学やエンタメ分野までコンピューターグラフィックスというものが注目され始めた時代でした。ピクサーというのは現在はトイストーリーやカーズなどで知られるアニメーションスタジオですが、当時はワークステーションというハードウェアを作ってたんですよね。ところがそうした高価なワークステーションを導入しなくても、個人の机の上で美しい 3D グラフィックスやビデオ編集ができる。ビデオ編集のビデオトースター、3D グラフィックスのライトウェーブ 3D などによって、世界中のクリエイターやテレビ局などでプロも使うようになります。今回作っているアミガ500は1987年に発売された廉価版で、より多くの人たちに届けられたという点で革命的といえるマシンでした。どんだけ感動的だったかというと、ゲームでも何でもなくて、ただグラフィックスの凄さだけを見せるメガデモというものが流行ったりしました。このアミガ、コンピューターの主戦場だった北米よりもヨーロッパでよく売れたと言われています。そのすぐ後にライバルと言われるアタリ ST というコンピューターも登場。アミガはグラフィックス系、アタリ ST は音楽系の人たちに重宝されました。ということで、できました。コンピューターによって映像やエンターテインメントの世界を大きく変えた歴史的なマシンといえます。私のいた月刊アスキーでも、初代アミガを記事にしていたんですけれども、今読んでみるとですね、アミカという名前で売りたかったらしいですね。商標の関係でアミガになったということらしいです。ということで、来週も作ります。見てください。